なぜか 100g39% で売ってました。雑穀牛よりも安かったです。これうん、うまい。私は何度でも栗駒山荘のお風呂にも入れるそうです。便利ですね。はい、栗駒山荘の露天風呂に入ってきました。露天風呂の正面にね、鳥海山が見えて、すごくね、気持ちのいい温泉でした。疲
鹿場温泉は鳴子温泉の次に多く来ている温泉地なんですけれども、いつもはまあ宮城県側の岩鏡平っていう登山口から登山を始めて、一旦鹿場温泉まで下山して、で鹿場温泉で、まあ、その時によって栗駒山荘だったり大露天風呂だったりと気分によってお風呂に入って、そしてまた山頂に登って、岩鏡平に下山するというね、1日に2回登山をするという栗駒ダブルっていう登り方みたいなんだけれども、普通にやってたんだけれどもね、今回はまあシングル1回だけだったんだけれども、結構疲れましたね。確実に体力は落ちてるということは実感しました。特に今日は筋肉痛はないんだけれども、なんか倦怠感、肩凝ってんだね。だからちょっとね、衰えてるなっていうのは分かりましたね。だけどもまあ1往復なら問題なくできたので、まあ、栗駒山で有名な秋の紅葉、神の絨毯という紅葉が有名なんだけれども、その紅葉はね、今年も、問題なく登って楽しめそうです。楽しみです。